ちは、こんばんは。ゲーム動画の一方です。カルチョビッター始めていきましょう。筑波田が満戦ですね、首位。これもちろん勝つことが絶対条件です。現在の成績です。勝ち点1点差、1点差ではこちらの方が上回ってますけどね。筑波田ガマの現在の状態です。川島が休ん、強力ディフェンダーの川島が休んでいる以外は全員健在ということですね。状態いいまま我がクロアカリバーズ戦をやってきました。なんでだろう。さあ、キックオフです。スピード感あります。ですね、さあコーナーキックのチャンスを得ました。緑かな、タイミングが合わなかった。彼が強力だな。揺さぶりをかけますね。反対側、これは窓か。さあこれは届かない、2を諦めないが、どんどん増えていきます。直接キャッチ、これはマドカです。ノンホイッスルだ。相手は速攻、一瞬の隙をついてくる。危ない、相手ボールをスローインです。ちょっとやばいな、流れが向こうに来ている。ノンホイッスル、落ち着いて構えてほしい。あとかチャンスや、どうだ、クルビ決まった。選手権なりました。クルビ、中のセンタリングも素晴らしかった。中に入れます。その中をくるみが決めてくれました。一つ切り切り前にさ、さよ中へ持っていって、これ直接、決まらない。左にややずれた。チャンスだった、1対1のチャンスだったんですけどね。
前半終了です。ミオがつミオとマドカが疲れている感じ。ミオはクラリスとチェンジ。マドカもうちょっと様子見ましょう。後半スタートです。1対0クランカリバーズがリードしております。まだピンチは続く。乗り切りました。ちょっと月が見え始めてですね。危ない。チャンスか。逆にこのポスト前に来て最後決めてくれ。2点目決まりました。大きな2点目。前に次々押し出して最後はサヨが決めました。いい試合になっております。緑取りました。ナイス。反則です。さあこれね、松岡にイエローカード当然でしょう。さあ速攻で攻めないとやばい。ちょっと速力落ちてますけどね。相手ボールを背負いになります。あ、裏を抱えた。相手の攻撃がきつくなってきている。返す、欲しい返す。ファール。こちらボールのフリーキックです。あれ緑、3点目やりました。大きく差をつける。3点目、3対0。これはもう当然サポーターも大喜びでしょう。もしね、みゆきの縦パスを見事。もう勝ち、勝ったでしょ。勝ったのがなんかありますね。引き分けでも多分嫌いだろうな。直接対決2連勝だし、こんなキックになってしまう。気の緩みは最後まで禁物です。お、松木が救った。今日もう疲れているが、最後のさつき4点目決めるところでしっかり決めていきます。さあ優勝に向かって次々と見ていきます。
れは危なかったね。33分、これが決勝点となりました。それに何かを食べまして、ごちゃつく中をくるみを切りました。隠されましたが、これは決めてほしかった。くるみのパンチもだんだん前に攻めていってますね。レッサよ、決めてくれた。窓から協力かけます。来ました。後半30分にも得点が決まります。みゆきの速攻、そのくるみが一気に叩き込みます。人気が超立てます。サツキをヘディング、ダイビングヘッドバット、クラーカリバーズシュート11本、枠内6本、そして4点を決めて勝利です。完勝と言っていいでしょうね。ゴールシーメイクは 54% 上回っております。踊り出ました。2以上確定です。今は武蔵野放熱ですね。一周空いてますが、お、これジャパンカップを相手も武蔵野放熱なんですね。しっかり勝っていきましょう。どういう順番でしょうか。死が多いですね。川上ぐらい、まあ、川上一強のチームって言っていいでしょうね。川上はまあ強い。川カップが先なんですね。の結果が出てますが、3対0で勝ってる相手ですね。これしっかり優勝したいところ。優勝ですからね。次回はこれはジャパンカップの準々決勝戦になります。武蔵野放熱戦です。まずはここしっかり勝っていきましょう。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。カルチョビットアーの動画集
プレイリストに URL 記載してます。ぜひご覧ください。ブログ、ツイッターやっております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画です。